今日は直接関係がないはずだ。今日まで特定秘密保護法案、通称秘密保全法、これが閣議決定されたこと、それを受けてだね。そこで特定秘密というのは、行政の長が指定して特定秘密となる。すなわち、この特定秘密保護法案、これが成立施行してしまった暁には、この日本という国、これは行政が、行政、立法、司法の三権を全てを掌握してしまう、そういう行政独裁の国になってしまうということを我々は懸念しているんだ。そういうことで、今日は霞ヶ関の通信で、この特定秘密保護法、これが閣議決定されたことを受けて、成立阻止に向けて、我々は声を上げたいと思う。経産省諸君、いや我々は内閣法制局じゃないから、内閣府法制局に文句言ってくれないな。ねえ、などと、あなたたちはおっしゃる向きもあるだろう。でもね、恐ろしいですね。特定秘密保護法が、今日、そう、経産ね、閣議決定される途端、どうですか。これまで内閣情報調査室は特定秘密保護法の例外に原子力問題を含めるって言ったんだよ。これは危険が伴うから特定秘密に当たらない、例外事項になって、それが閣議決定した途端に下の根も乾かぬうちにいきなり原子力問題、これも特定秘密に含めるといきなり言いましたよ。テロ対策のためだそうですよ。テロ対策のため、どうですか。例えば福島第一原子力発電所、どういう手を使ってあそこの収束作業員をかき集めてるかって知らないとでも思ってるんですか。多重債務者とか、あとねえ、蒲田あたりの宅飲み屋で声をかけていい仕事あるよって言って連れてってる、そんな無防備な状態で人を集めてる、どこがテロ対策なんですか。今の時点で何のテロ対策にもなってない。そして本当の意味でテロ対策って言うんだったらねえ、これも何度も言ってる問題、私の大嫌いなことだけど言っておこう。国防省の問題だよ。この島国である日本、この列島の国境線の外側に向けてぐるっと取り囲むように54基の原子力発電所、どこからでも攻撃してくれと言わんばかりに核兵器が埋め込んであるような状態のこの国で何のテロ対策なんだ。ね、おかしいでしょ。それにもう一つ言わせていただこう。閣議決定の前には特定秘密と例外として扱うと言って、閣議決定した後は特定秘密として扱うといきなり言い始めた。皆さん、これ覚えてませんか。覚えてませんか。どうです。後ろで押せられてます。頼もしい TP です。どうです。選挙の前には断固反対、選挙終わったら参加に前のめり。どうです。自由民主党をはじめ、この政府必ず嘘をつく、全く恥を知らずに、そう、ペラッペラと嘘をつくんですよ。で、皆さん、餌はあるそのままで完成はしません。彼らは嘘を保管するために大事なことを秘密にしてるんでしょう。大
事なことを密にした上で嘘が完成するんでしょ。彼らの体質が物語ってるでしょ。選挙前に TPP もこの環境ですよ。ねえ、TPP 断固反対って言ったその党のね人間が茂木敏充ですよ。ねえ、これがここのトップに座ってんだよ。断固反対だって言って大量の得票をした党のやつがここの大臣なんだよ。で、都合のためなら何でも嘘をつくんだよ。そしてその嘘はいつでも皆さん私たちに都合のいい嘘じゃないんだよ。全部我々にとってそう国民と呼ばれる存在ですよ。しかもここの運営費を払ってんですよ。忘れちゃいけませんよ。我々がここの運営費払ってんですよ。あそこの運営費もだよ。あそこもだ、そこもだよ。こんな国有地立ち入る手からずって、国有地立ち入る手からずって、国有地ってのは我々運営費払ってんでしょうが、いちいち気が高いんだよ。ね、その上で運営費お金取るだけ取っといて、そんな悪いことは嘘で済ますんだ。嘘で全然ね、オブラートにくるむ必要ないですよ。嘘ですよ嘘。我々が一番最初に痛い目に遭った嘘。いや、その前からいっぱい嘘ついてんですよ。その前からいっぱい嘘ついてんですよ。原発の問題にしたってね、私、当年とって43歳ですけど、小学校5年生の時に配られた原子力パンフレットの内容、未だに覚えてますよ。ねえ、ここによく来られてる方、みんな知ってるでしょ。私がよくスピッツを値段にするから、ねえ、原子力発電所くんっていう、何のひねりもないキャラクターが出てくる漫画のパンフレットを私、配られました。原子力発電所っていうのは体の中が五重の壁で覆われてるから安心なんだそうです。隣にいる火力発電所くんが大ナマズが暴れて大地震が起きている時に困ってるんだけど、県僕は大丈夫だって。そうです、子供のうちから嘘をつけ刷り込んで成り立ってきた原子力産業、嘘を刷り込んで、嘘で安全、嘘で安い、嘘で夢のエネルギー言ってきといて、秘密にしてきたことは何ですか。秘密にしてきたことは何ですか。まずは危ないってこと、まずはとっても危ないってこと、そしてそうです、動かせば動かすほど捨てる方法もわからない、捨てる場所もない、そんな廃棄物とも呼べないようなものがどんどん出てくるってことも、そして定期点検っていう時に掃除をする人は危ないところに日雇いの労働者が雑巾をかけに行くこととか全部秘密にしてきたんだよ。ね、全部原子力の問題に関して言えば、秘密にしてきたことは全て命に関わることですよ。どうですか、奴らが秘密にしてきたこと、今まで秘密にしてきたこと、これを思い起こせば、奴らが秘密にしたいことってのはどういう性格のもんかっていうことがよくわかるでしょ。我々国民が自分の身に置き換えたら死ぬかもしれない、病気になるかもしれない、そうじゃなかったとしても非常に損をするかもしれない、つまり我々にとっては都合が悪い。だからそうです、秘密じゃなかったら我々が言うことを聞かないだろうこと、それをどんどん秘密に
ないことばっかだ。秘密にこいつらが勝手につけただけな。でもそうです、これですよ。これふざけるなって言うんだ。秘密にすることを合法化しようなんて企みはとんでもないことだよ。今まで君らの秘密によって特に一昨年の原子力発電所の事故からだ。君たちが秘密にしたこと、君たちの秘密によってどれだけ我々国民が迷惑を被っていると思うんだ。その迷惑、そうだよ、迷惑をかけたって自覚があるのならないんだろう。でもね、道理から言えば、その迷惑の度合いから言えば、秘密保護法じゃないよ、情報公開法だよ。情報公開法、まだまだ情報公開がされなくちゃいけないはずだろ。何の反省にも立ってない、何の反省にも立ってない。原発が爆発して放射性物質がどこにどのぐらい降ってるかっていうデータを胃の一番に隠すような国で、これ以上秘密にされること、そしてその秘密にすることが合法化されてしまうなんてこと、我々許したらこれ自殺行為なんです。皆さん、そうです、通り過ぎる方、そして官僚諸君、あなたたちも官僚ではあるが、普通に生きて呼吸して思考している人間であり、日本国籍を有する我々と同じ日本国民の一人だろう。命に関わることが秘密にされ、そして秘密を知りながら、まあ大丈夫だろうってやってる君たちも、君たち自身命に関わってるんじゃないか、そのことは。今4号機がぶっ倒れてもしてみろ、君たちだけ逃れられるのか。違うだろね、もうすぐ、もうすぐ特定秘密保護法ができるから、俺たちは天下だぞ。原子力の問題も日米自然協議の問題もどんどん特定秘密にしまえ。そうすればあの国民どもは黙ってるから、黙って言ったら君たちだって自分の国を占めてることになるんだよ。広く英知を結集して福島第一原子力発電所の事故の収束に当たらなくちゃいけないときに、秘密を閉鎖、情報を閉鎖してしまうような、そんな企み、これは自分の首を絞めてるだけだよ。君たちはどこまでもろかだ、どこまでもろかだ。だが君たち官僚諸君、ここの経済産業省、そして後ろの財務省もそうだ、長野後ろの文科省もそうだ、ここにいる官僚諸君のほとんどの人々には私は同情しよう。国際秘密を扱う上で、あなた方も憲法に保障された基本的人権、個人としての権利を法をつけざるを得ないような、そんな内容の法律があるからだ。君たち自身のためにもなってない。だから君たちも反対しなさい、こんなものには。憲法の示さたれ、憲法の示さたるんだ、官僚ども、強くないぞ。
これに反する
法律、命令、消極は 無効である。可決したとしても、これは無効なんです。99条、天皇、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。あなたたちは憲法を習いましたよね。公務員だから習ってますよね。学んでますよね、きっと。そして国民全体に奉仕をするものとして、多分採用されたと思いますよ。それを一部のものだけのものにしちゃいけない。まあ、とにかくですね、この法案自体がとんでもない法案で、出してはいけない、さっきも言いましたけど、出せるものではないんですから、しっかりもう一度憲法を読み直して、あなたたちはとんでもないことをしているんだと、犯罪に走ることをしているんだということを自覚して、私たちの言うことをよく聞いて、本当にごめんなさいと謝る、そういう態度は大事です。以上です。まあ憲法にね、国民はみんな平等だと言われてますよね。皆さん知ってますよね。僕たちは法の下に平等なんですよ。で、この特定秘密保護法、これはこの法律の下に不平等を作るんですよ。国民を不平等でなくする法律、法の下の平等が謳われている憲法に明らかに違反してるじゃないですか。そして何よりも情報に触れられる、その情報に基づいて判断する、その権利に不平等がすでに生じるんだよ。これによって今ですらもう意見交代、例えば原発の問題、これ憲法違反ですよ。明らかに情報に触れられるもの、そしてその情報に基づいて判断できるもの、情報に触れられるもの、触れられないがゆえにそれに基づいて判断できないもの、その間に明らかな命に関わる格差が生まれてきてるでしょ。今ね、やるべきことはこれじゃないんだよ。これじゃないんだよ。今までこの2年と少しではっきりしている、君たちが隠したことで原発の問題が出るぞ。あなたたちが所轄だからね、原発の問題、あの事故の問題隠したからこそ悪化の一途でしょ。悪化の一途でしょ。隠したって無駄だ。悪化の一途でしょ。隠してるからだよ。今英知を結集してこの時に当たらなきゃいけない時に隠すからうまくいかないんだよ。水の流れ一つせき止められなくて、何が7年後のオリンピックだ。目を覚ましなさい。はい、それでは次に体が喋られる方おられます。まあ初めて皆さん診断はねえ、本当にね、だんだん見てる人は何か言いますけどね、まだ何かやってるよみたいな感じで、で、あなたたちがしないから僕らこうやって言ってるんですよ。分かりますかね。そうですよ、本当秘密にして、何を秘密にしてるんですか、自民党はね。で、こういうところを見てて言うと、中身に知る権利、報道の自由を得たらどうかって言ってますけどね、それ決めるのダメですか、憲法でしょ。だったら将来から僕たち騙されませんよ、本当。ねえ、もう、本当出てきてほしいですね。あ、まあ、なんかこうやってこうやって見るの初めてなんで、まあ、ドキドキしますけど、どうですか、どうですか。まあ、マイク使って喋るのは初めてなんですけどね。やっちゃっていいですか。いやー、本当、国民は珍しいの、本当に。まあ、いいですね。わかりました。いいですね。
ていうか、シール権利、奪ったらどうなるか分かります？例えば、中学校が現代社会を勉強してた時にね、先生、これどういうことですかって疑問に思ったことを取り出す店だったら、ね、質問できない。で、質問できないから、独学に勉強することもできない。どうやってことを学ぶんですか、社会を。歴史はね、僕の中では騙されないために学んだ方がいいと思うんですよね。本当に一つ一つ。でも、その学校がちゃんと教えない。ね、そうやって、まあ、そういう、すみません、言葉が感じるんで。いいですね。まあ、いいですね。まあ、こうやって振り返り、悲しいながら、こっから、あるとちょっと石から、いわゆる、フェイクの中にいる、本当に奴らピクピクして、本当にビビりまくる、本当のこと隠しまくる、ほんまにお金いたら資源ない、それがしょうがない。結局、自分の利権、そう、国民よりも得た物件、そんな権限、俺らが配慮するしかない。よ、どうだい、どうだい、調子はどうだい。この法はマジで悪くない。だから俺はここから使いたい。だって、こんなにやばくなかったら俺、昨日まで僕はマスコミ人だった。
死のまれで怖い戦争を守るマスコミ人だったのに、今では主人と呼ばれる主人公に身を包み檻の向こうは、あの時さばわかるかった、あの時さばわかるかったと言いながら、あの時飲んでしまった特定秘密という名の時代、一体その時代の正体は一体何なんだい。それは秘密です。それは秘密なんですよ。
232万人となり、2002年から2007年にかけて約15万人も増加しています。この年収1000万円以上というのは具体的にどこの人たちなのか想像できるでしょう。そのような人たちが東北や伊豆大島などの地方の方々を見て、政府にとって都合の悪い情報を隠し、消費税増税や TPP 参加、原発再稼働に必死になっている姿を許せますか。思えば1989年に 3% の消費税を導入した可決内閣は施行からわずか1ヶ月で退陣し、1997年に 3% から 5% に増税した橋本内閣も景気の悪化を受けて、よく1998年の参議院選で敗れ退陣させられました。安倍首相も消費税増税を強行したら景気が悪化し、支持率も低下して減り、さらに体調不良を理由に辞任するのではないでしょうか。安倍首相が本当に強い経済を生み出すなら、直ちに消費税増税を撤回すべきです。以上、今日はありがとうございました。皆さん戦いましょう。まあね、でも責任の人々情けないですよ。消費税に関しては僕に秘密にされていたわけじゃない。でいきなり税金を倍にします、よろしくお願いしますと言って、黙っちゃうやつも黙っちゃうやつじゃん。そしてこの国会秘密というのを、これ泥臭く言えば、そうです。税金の使い道が秘密にされちゃうんですよ、皆さん。皆さん、指パッチンしたらお金が湧いてくるんですか？皆さんは指パッチンしたらお財布の中にお金が入ってるんですか？違うでしょ？命すり減らして作ったらお金でしょうが！それを買い物をすれば 5% 取られたら今の時点でだよ。毎月毎月給料もらうときにはさっつかれてる。全部こいつらが持ってってるんじゃないか。で、我々の血と汗と涙の結晶、使い道どうなってんのかって我々言う権利あるでしょう。当たり前でしょうが。ね、ところがそれ特定秘密にされちゃったら、我々お金だけ払うだけ払って何に使われるのか分かんないんですよ。どうですかね。消費税増税に反対してる人もそう、これから増税されるのと同じタイミングでこれが来ちゃうんですよ。税金プラス額が上がって使い道が秘密にされる、こんなふざけた話ないでしょ。ね、そして原発に反対している立場だったら、そうです、反対できなくなっちゃうかもしれないっていう理由だけで特定秘密保護を、ね、これから反対運動ができなくなっちゃうかもしれないっていう、そんな理由だけで特定秘密保護に反対されますよ。原発に反対している立場の人だったら、自分が払った税金が警察に使われたとしても、これ全員が追跡できなくなりますよ、これから。それが秘密です。お金払ってください。何に使われるか、それは秘密です。そんなこと言わないで教えてくださいよ。はい、豚の毛に入ってください。ふざけた世の中ですね。我々納税者の立場としても、特定秘密保護を確保として反対しましょう。そうなんです。官邸って次には今度官邸前に移動しなければいけないので、山盛りに追加してください。よろしく。すいません、なんだ、さっき言い忘れたんですけども、3兆の33条逮捕ですけどね、現行犯罪は逮捕されないです。だからその消防団の
んですか、うん、情報を取り寄せたのって、そういうことが逮捕の理由に なりませんので、それは肝に銘じておいてください。現行犯以外は逮捕できません。まあね、逃亡罪なんていうのも言われてます。特定秘密保護法、逃亡罪、国家安全保障基本法、国家安全保障、安全保障、この国が保障しようとしている安全ってどんなもんでしょうかね。皆さん、よく覚えていてください。通りすがりの方々もよく覚えていてください。先の大戦の時にこの国がどんな治安を維持しようとしたかって思い出してくださいよ。あの時維持された治安ってのはろくなもんじゃなかったでしょうが、それを考えれば彼らが保障する安全っていうのは黙って待って驚くよ。単に彼らが安全でいるんだったらそれでいいってことでしょうが、ね、安全保障なんてほっとけよ本当に。はい、あ、お久しぶりです。どうぞ、お前の妻と秘密よろしくお願いいたします。今日は特定秘密保護法です。はい、どうぞお久しぶり。すいませんいや、そんな大したことね、ですけど、先週号かなの、週刊金曜日ですね、自衛隊の中の、情報保全隊という、部隊があって、でそこの元メンバーというかの人の話が出てました。1000人ぐらいの部隊らしいんですけれども、それで、日夜ですね、いろいろな情報を集めていく。でどんな情報かっていうと、実質的にその元っていう人の、話によると、自衛隊に対する反対運動であるとか、でそういうのに対する、そういうことに携わっている人たちを、こまこまちまちまと日夜調べて嗅ぎ回っているそうです。でその人の話、それをもうもちろんその税金使ってですね、1000人もの人たちが日夜、まあ、心当たりにも界隈にも、うごめいているそうです。ほんで、その元っていう人の話によると、それは、反自衛隊みたいな、そういう、なんていうんですかね、反基地だったり、でそういうのだけじゃなくて、おそらく金管もここに集まる人たちのことなんかも調べてるだろうと、十二分にあり得ることだと思う。つまり言うなれば、この国の中でなんかおかしいぞ、なんかおかしいぞと思って声を上げて行動し始める、行動している人たちを自衛隊の中の部隊が1000人もの人たちで、これも約1000人らしいんですけど、本当はもっと多いかもしれないし、まあ、少ないかもしれないですけども、調べ上げている、そういうことをすでに、秘密保護法ができる前にもうすでにそんなことを始めてるんです。いつからなのかちょっと分かんないですけれども、そして、去年なんですが、仙台地裁高裁かなで、裁判がありまして、でそれに対してその情報保全隊によってね、いわばその自分たち の自由に生きるそういう、心がですね、潰されたと。でそれに対して、それ情報保全、情報保全隊ですか、のことについて訴えたと。でそれに対して判決が出てました。これは、まあ実質違憲だということで、いくらだったかな、なんかとにかくそれで自衛隊側が反訴したんですね。でなんですけども、両方とも控訴しているそうです。で今まだ係争中みたいなんですけれども、明らかに情報保全隊っていう部隊を使ったりしてやっていること以上のが、この秘密保護法によってもうできるのは、できるようになってしまうのはもう明らかだと思うんです。つまりその情報保全隊のやってること自体が違憲だっていうね、僕たちの
普通に知る権利、それとか自由に生きる権利、いろんなことを脅かされない権利というもの、それを情報全体でやってることっていうのは脅かしてる。でそれ以上のことをやったら違憲に決まってるんですよ。そもそも法体系の中で矛盾ばっかりなんですよ。いわゆるそのマスコミの、統制とかそういうことはもちろんその大問題ですけれども、それだけでなくてですね、僕らは本当に、ここに集まっている人たちにわざわざ言うようなことではないんですけれども、たまたま今僕らがいろんなことでしょっぴかれたりしてないっていうのは、たまたま今の法体系の中でギリギリのところで理解が一致してるっていうだけに過ぎないんですよ。で、この愚かしい法律を作って、そして通そうとしている役人の人たちとか、何も考えてないのか、これは自分たちにとって得なんじゃないかと思って、これをやろうとしている与党の人たちとか、本当によく考えていただきたい。僕らは、ちょっとでも自由を脅かせるようなことに対しては、本当に敏感になっていかないと、この経済産業省の中で働いているあなたたちだって、いつその時その時で権力を持っているあなたたち以上に力を持っている人たちとあなた方の間、それはもちろん僕らの間の利害が一致しなくなるかなんて分かんないんですよ。そういう時のために僕らは自由を脅かす可能性のある、そういうことを積極的に拡大解釈して、こういうことも考えられる。積極的に拡大解釈して、それに対して立ち向かっていかないと、本当に危ないんですよ。今、本当に何も考えてないのか、意気揚々とこういう状態、これだけじゃないです。日本版 NSC でしたっけ？で、そういう中でもそうなんですけれども、本当に自分たちが今、脅かされないかもしれない。だけど、次の瞬間、ちょっとした未来、にそうなる可能性が常々あるんですよ。自分たちがそっち側になる可能性が十二分にある。そしてその TPP の動きなんかにしてもそうなんですけれども、大きな世界において大きな力を持っている多国籍企業、それとかそれを、実質動かしている資本、本当に一部の資本家の人たちで、これはどん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 その自分たち側の枠を狭めようとしているんです。全体の生産力だけじゃなくて、いろいろなことが厳しくなってきてるんですよ。だから、それでも自分たちがうまい目を見るためだったら、どん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 その枠を縮めていくんです。で、その枠にの外にいる人たちの自由はどんどん制限する。だけど、それと同時に枠をどんどん小さくしてるんです。だから、今大丈夫だと思ってる人たち、今枠の中にいると思ってる人たち、それがいつまでそうか分かんないんですよ。その壁はどんどんちっちゃく、進撃の巨人じゃないですけれどもね、いつ超巨大、巨人ですかが来て僕らのことを食い出すか、あなたのことを食い出すか分かんないんですよ。そうなった時にその、犠牲者はその都度その巨人なんですよ。あなた方がどんな立場にいようと、その時にだけどその個人を脅かすのはとっても大きなシステムなんです。そのいつの間にか自分が枠の外に出てしまったときに、あなた方が戦うときに個人なんですよ。そのシステムに果たして勝てるかどうか、そんなことを常々懸念するくらいだったら、ごめんなさい、懸念するくらいだったら、心配するくらいだったら、初めからそんなシステムをやめればいいんです。原発に至ってそうなんです。いろいろこうなったら危ない、こうならないにしよう、あるいは反対運動がこうあったり、いろんなことを市民が求めてくる、面倒くさい、そんなことを考えるんだったらやめればいいんです。初めから、そんなことしなきゃなんないようなものはどっかおかしいんですよ。そして実は経産省の中の人だけじゃないですけれども、皆さんも本当は心の中で分かっているはず。いろいろな友達とか、あるいは同僚とかの雑談なんかでいろんな話に及ぶでしょう。その時、おっと危ねえ、こんなこと言ってたら誰か聞いてないよなとかね、そういうのことを思ったりすることってあるんじゃないかとか、あるいは冗談でもこんなこと言ったら危ねえよなみたいなこと言ったりする。
をはじめとした条約、そもそもそういうものは、この間、こちらの火炎瓶さんなんかも同じようなことを何度も何度もおっしゃってるけれども、この火炎瓶さんも、そういうことをよくおっしゃってるんだけれども、法律とかそういう決め事っていうのは、そもそもその社会だったり、コミュニティだったりの中で、力を持ち得ない人たち、持ち得なかった人たち、そういう人たちにも、ちゃんと権利が守られて、幸せに暮らしていくための、バランスを取るためのシステムなんですよ。そうでなければ意味がないんですよ。お金を持っていたり、力を持っていたり、そういう人たちは、そういう決め事がなくたって、十分幸せに暮らしていけるんですよ。だけども、いろいろ、経済だったり、いろんなことが不備があるので、少しでもバランスを取るようなことをやっていかなきゃならない。そのためでなければ、いろんな決め事をわざわざ上からかぶせる必要なんかないんですよ。つまり、そういうものがなかったら、法律も、条約も、人と人との間の約束事っていうのは、意味がないんです。そういうもののみにしましょう。秘密の保護法にしても、そして UPP にしてもそうです。ぜひ自分たちが普段、経産省の皆さん、それだけじゃない、いろんなところで働いている役人の皆さん、それから政治家の皆さん、あなた方のやっていることをもう一度見直してください。本当にやるべきことをやっているか、本当に誰のために働いているのか、よく考えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。でね、そうです、国家秘密保護法、これを考える上で絶対外せないのが先の大戦のその前にできてた治安維持法です。究極的にあの法律っていうのは、そうです、よくまああの法律で弾圧された人間でよく名前が思い出されるのが小林武史さんです。私が日本最高の厳しい層と思っているあの方ですけど、でも別に例えば左翼主義者でなかったりとかしても、究極的にもあることで地雷を踏んでしまった人たちがどんどん人々に狙われていた。私が大嫌いだったけど、例えばそうです、私ぐらいの年の人間は覚えていると思います。よく築山市演説をしていたあの右翼の赤帯、赤帯覚えてますか。もうあの猛毒したあのね、しかったらした口調でみんな分かってるのか、日本中に赤い旗がたくさん出てくるのかって言ってたあのじじいですよ。あの右翼のじじいが、ああ、まあすいません、あの右翼の方気を悪くすると思うんですけどね、あの右翼の辻井が先の大戦の時には治安維持法で刑務所入ってたんですよ。右翼なのにですよ。そしてもっと驚くべきことが、そうです、戦後ワンマン市長って呼ばれた吉田茂ですよ。あれも刑務所に入ってたんですよ。思想信条とか立場とか関係ないんです。しかもその理由も明らかにされずに、いきなり警察が来て引っ張られてったんですよ。彼らは別に、そうです、小林武史さんみたいなそういう人がなかったとしてもね、あの日照期が大好きだった、そんな人でもちょっと時代を踏めばどんどん刑務所に送り込まれていた、ね、要するにみんなの問題なんですよ、特定秘密保護を。もしの大戦の前の治安維持法のあの法制下でも本当に立場の関係はありません。ちょっとしたことで
そうです。ちょっとしたことで、当時の行政の長だったり、当時のお偉いさんだったりの間で、もちろんお偉いさん同士の仲間割れで、牢屋に入った人もいます。ちょっとした差し加減で、どんな人でも牢屋に入れられたんですよ。はっきり言いましょう。これが日本の未来ですよ。こんなものが出てきてしまったら。一言なんですよ。まだまだお分かりでない方、NHK が 74% と言ってましたね。特定秘密保護法の何たるかを報道しないでおいて、いきなり調査して7割4分が知りませんでした。はい、終わりって。日本放送協会を恥ずかしで。ね。でも、我々は出番ですよ。あのナイスガイ38歳山本太郎、後で続きましょうよ。7割4分知らないの、7割4分が知ってるようにして、知ってるやつを足して100万知ってる世の中にしようじゃないですか。どうしたらこんなもんみんな嫌だって言いますよ。あ、しまった。今日ここで締め上げて官邸前に上がる予定だったの、そろそろ上がんないとまずいですけど、喋ってください。はい、どうも、皆さん、周りを通っている皆さん、安倍総理、信じてますか？安倍総理、ねえ、なんか、ねえ、僕は、ね、信じてないんですけど、まあ、そんなの一つは一つのことを歌ってもらいます。じゃあ、一つ、待ってた。はい、行きます。Hey, hey.
りますよ。じゃあ皆さん、335号、坂を登って、行っちゃってください。間違いないな。何かか。はい、動きまーす。動きまーす。な照明を起こして、よし。足を短くします。移動です。つけっぱなしに移動しますんで、ご了承ください。
ください。一般の方通ります。お開けてください。お開けてください。一般の方通ります。お開けてください。どこで喋るか。三元連の場合はあそこで喋るんだけど。ポイント。に電話しまくってるからみんな報道しろって。ダメでしょ、決まったからだけでしょ。まあまあ基本的には、基本的にはあれだろ、あの政府の方式って終わりでしょ。5分ぐらい。セピアなきゃ後の TBS はどこまでやれるかでね。なんかすごいね、すごいね。なんか物ものしいってか、おまわりさんが道を塞いでどうすんだよ。警察側としては核兵器だか指定上に暮らしたくないみたいな、それは事前情報で私も得てますけど。経産省からずっと止めてない。これで倍率が 1.5 倍になりました。テレビやというか、報道してよね。一
応報道ステーションは一応ショーコーナーで今日はとあのやるみたい。今日は流れでもそれ今更やっても遅くね。閣議決定はね今から今更やっても遅いよ。てか個人的には朝生が遅休みも大事だけど朝生で非常電報やってもらえなかった今日は。正直言うけど河原総一郎じゃ無理でしょ。河原総一郎じゃ無理でしょ。いくらもらってんのかなみたいな。回してんのかな。佐々木史郎 TCP の件のは本当佐々木史郎がさ十数人しかあの TPP 知りませんって言ったからさまあいいこと言いよって言ったから数十人で交渉してます。一応上げっぱなしで始めるのおまわりさん一応警察の車でもやばくないの。あの急ブレーキかけたら扉ガンって閉まるよあれ危ないよ。いやいや、テストの火曜日に来たけど、真正面で顔を乗ったっていう。ああ俺あのレーバーネットに写真撮ってる。ああ、そもそも。とりあえず長すぎるわ。どこどこ。なんかやけど、あ、上に置いてるから。現在準備中です。特にトラブルとかではないんですが、なんか映します。え、でももともと8時半からやってるの。うん、30分早くなった。半減年が30分譲ってくれたから、ありがとう。ありがたいです。実質30分譲ってくれたっていう。あの天気のせいにしてたけど、多分そんな感じ。天気的には、いや、だって原発運動を取り締まりの対象にするって言っちゃったんだもん。昨日の段階でもこれはもうやばいでしょ。ありがたいね。ありがたい。ちょっと時間があれば。お疲れ様です。みんな来てますね。いや今週は来たよ。遠目に通ってますけど、ちょっともっと近い人をセッパーの周りにね。今155だけど一回切れてるからもっと見てる。合計155だ。うん、俺コンスタントに300ぐらい削ってるから。じゃあ休憩してほしいよな。NHK はお客様センター、あ、なるべく写真撮ってやり取り撮ってください。写真とかなるべくやり取り撮ってください。あ、同じ三脚のこのコケルを買ってきましたね。何やる？いや、要するにあれでしょ。あの警察がだこだ言ってるでしょ。だから何やるかわかんないから取っといて。はい、何やるかわかんないから取っといて。アイタブレジェンも含めて何やるかわかんないから取っといてね。俺全体取ってるから。通路だけ開けてください。今揉めてます。強そうなおじさんがセンターに話をしてる。こんなんできんのも今のうちかな。まあまあ、あ、でもできなくなったら予算減るしね。だから適当に理由つけて予算つけんだよ。治安が悪化するって方が予算つけんだ。領収書も偽造するしね。私文書偽造で身内捕まらないんだから羨ましいよね。やっぱりそれも野球選手も名前出ない。すごいいいよね。報道されても名前出ない。3日ぐらい前から言われてる。甘くなって警備会社かな。うちの高校の先輩であの少年課にいたんだけど、青少年保護育成条例違反で自分が陰講の高校で捕まったバカがいます。だってレイプしても警察の前で大阪大阪大阪っていうな、あれな、ひどいよな。もうダメだよ、この国権力が腐敗するよ。その監視のためにあれなのにさ、可視化しようよ。本当権力が腐敗するんだよ。どんな立場でも警察であれ、ビデオ撮ったらいいやん。自白がどうのとかいう前に証拠物件なくて、証拠なかったら逮捕できるやろ。権力が腐敗的に腐敗するんだよ。ゴー聞こえるように特定意味公文は俺が過激でされて、もうすぐにですね、こうやってここでトラメが使っちゃいけないんだろ、なんだろう。状況説明の方がいいと思います。はい、状況説明。皆さん、トラメが使うなと、警察がトラメが使うなと、何の法的なことも言ってるかけています。嘘つかしいぞ。トラメが使われている。警察ひどいな。警察ひどいな。警察、法律の根拠を示してください。はいね、警察、法律の根拠を示せ。なんで今日はダメなんだ。
長期電話かけてください。各地域局見てる人、警視庁に抗議電話かけてください。阿部来いよ、阿部が手を回るぞ、阿部が手を回るぞ、自民党議員出してこい、阿部が押し返せろ、周り阿部が押し返せろ、項目保護法発生。
る阪神パークライドの皆様、お疲れ様でした。そうです、私も原発反対です。そしてそうです、原子力発電所というのは秘密がてんこ盛りの存在じゃないですか。秘密にしていたけど悪いことだったんですよ。だけど
に関わる問題も秘密にするんだなぁって言って、そこで声を上げなければ、バカですと後ろのマスコミの人々にも言ってあげましょう。知ってなんぼ、知らせてなんぼのマスメディアだったら、もっと反対しなさい。特に日本放送協会、特に日本放送協会、もう一度言いましょうか、特に日本放送協会、世論調査で 74% の人間が国際秘密保護法について知らないって、バカじゃないのか、あんたたちが知らせなかっただけだろ。国際秘密保護法の何たるかを知らせずに勝手に世論調査があって、7割4分が知りませんでした、はい終わりって、それが報道のあるべき姿だ。真実を知り得ずにどうやって報道するんだ。集めてもっと反対しなさい。はい、それでですね、いかさか本当の不具合ですけど、そうですね、皆さん思いを持ってここに来られてると思います。おっしゃりたい方、ことがある方はどうぞ前の方に歩み出てください。よろしくお願いいたします。はい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 、はい、まさかおっしゃりたいことある方、前の方に、あ、はい、よろしくお願いいたします。おっしゃりたいことてんこ盛りですよ、本当に。はい、よろしくお願いします。皆さん、あの山本太郎さんなんかが国際秘密保護法のことを恐ろしいように言っていますが、条文を読んだことがありますか？知らせる？これね、意外と検索すると内閣府とかでまるで出してないんですよ。どういうことなんだっていう、そこから秘密なんですよ。で、マスコミマスコミと言われますが、朝日新聞だけはリークしてくれました。これは結構早い段階で秘密保護法と呼ばれて、秘密保全法と呼ばれてた段階から全文出してくれました。僕はそれを、まあ、あの メモ帳に取って何度も何度も読んでみました。山本太郎さんが言ってることは本当なんだろうか。そういう趣旨で眺めてみると、この条文はものすごいトリックがあるんですよ。とんでもない。読んでみると、なんとなく、ああ、秘密を守るためにこういう手はずもあるんだな、という気がしてきます。ところが、第3条で、特定秘密は、その書類に明記しなさいと書いてあるんですが、その第2項に、なんと、そういう印が無理な場合は、管理、行政の長が担当者に、指示すればいいと。それだけなんですよ。口で言えばいいのか。信じられない。そして全体を通してこの秘密をいつ公開するんだ、期待して読んでみた。どこにも書いていない。そして先日、勉強会があったそうですが、そこで内閣公安の人間が何と言ったか。特定秘密は記録も発揮するし、国民に公開するつもりはないと言ったんです。条文にもないし、確信犯なんですよ。そしてさらに、政治的な部分だけで言われていますけど、その特定秘密を所轄する機関として会計監査院というのがしれっと入ってます。これはどういうことですか。金遣いも秘密ですよ。今までろくなことをしてこなかった日本政府がさらに正当化するために会計監査院まで巻き込んでるんですよ。そしてずっと読んでいきますと、25条というところに、自首した人間は許すと書いてあるんです。これもよくよく読みますと、この特定秘密法案っていうのは情報の管理者を行政の長が恣意的に決めることができるというところは皆さんご存知ですよね。その恣意的に決められた管理者が、いわゆる未遂という形でちらっと漏らした場合、
それを実施した場合は免罪と書いてあります。例えばですよ、その行政の長が官僚の一人担当者を呼び出して、ちょっと山本太郎ってやつはうるせえなぁと、ところでこの書類秘密だからよろしくと言ったとしましょう。そうしたら出世に命がけのその官僚は山本太郎議員のところにブリーフィングと称して、ちょっとこういうことがあるんだけどねなんて匂わした。そしてその山本太郎議員がそれを調べて公表した。そうなると特定秘密を漏らしたという罪になる。その後その官僚がバラしちゃいましたと行政の長に言ったら免罪なんですよ。そういうことが抜け抜けと書いてあるんです。法律の文章を騙されちゃいけません。堀雅子議員は違法なことを公表した公務員は免罪すると今日言いました。これ自体トリックです。違法と言ったら特定秘密保護法が通ったら、それに違反したのも違法じゃないですか。しかも罪に落とすのは大臣ではありません。検事が起訴して裁判官が罪に落とすんです。森雅子が何を言ってもそんなのは空論です。騙されないでください。以上です。どうです、空論です。そもそも何をそんなに急いでるんでしょうかね。そうです、あ、まあそういう推測が成り立ちますね。そうです、安全保障安全保障安全保障って口を酸っぱくして言ってますね。しかもこの特定秘密、我々が教えてくれって言ったら豚箱に入ってしまう。この特定秘密、ある特定の国には特定の秘密を教えてもいいそうじゃないですか。ひょっとしてそれは安全を保障し合ってるあの国なんですかね。ねえ、これのどこが保守ですか。あの方たち、そうです、安倍晋三もそうです、日本を愛しているそうですね。本当ですか、本当ですか。大切な情報を命一番に。国境線の外側に、はいどうぞ。そして国境線の内側では、君たち知ろうとしたら豚箱に入ってもらうよ。どこが日本を取り戻すか、こんなもの。そうです、うまいこと言った人がいました。戦前を取り戻すっていう言葉を言ってた人がいましたね。そして衆議院議員選挙の時に日本を取り戻すですよ。次が日本が動き出したですよ。確かに動き出してますよ、悪い方にね。どんどん悪い方に動いて、悪い方に動かすのに、日本を悪い方に動かすのに。そうです、嘘をついたり秘密にしたりしないと日本が彼らの思う通りに動いてくれないから、特定秘密保護法じゃないですか。ねえ、地雷が埋まってるような道は歩きたくないですよ。我々、我々全員に関わることですよ。特定だから、特別な秘密だから、私たち気をつけてればいいって。特定って何が特定秘密なのか、でも秘密なんですから。我々地雷が埋まってる道はいつも歩いてるのもんなんですよ。こんなもの誰とでか察しましょう。秘密は全員の正義を察しましょう。ありがとうございます。はい、それではどなたが喋られたい方は誰だったでしょうか。我こそはどの方、あ、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。多分ここに来られてる方は、さっきの再稼働反対の抗議行動の続きで来られてる人も多いと思うんです。私もそうでした。今日お昼頃に山本太郎さんのホームページを見たら、午前中の閣議で
この法案、秘密保護法案が閣議決定されたっていうふうに載ってたんで、ちょっといろいろ見たんですけど、よくわからなかった。で、皆さん、東京新聞の夕刊をご覧になりましたか？そこには一面トップで秘密保護法案を閣議決定したっていうふうに見出しが出て、初めてここに来てこの新聞を見て、それがはっきりしたんです。こんなことってあるでしょうか？こんな重要なことを決定しておいて、あまりにも広く、ね、みんなに知らせるのはまず政府がやるべきことなんだったと思うんです。私は本当に原発反対だって、今世界で原発があって稼働されてない国っていうのはどこだけだと思いますか？もう日本だけなんですよ。日本は原発が稼働されてないわけではあるけどね。それでどうしてこうなったか、去年のことを思い出してください。5月5日に止まった、そして秋に、再稼働した。でその時の首相は今と違って野田さんだったんですけど、再稼働したために野田さんはもうどっか行っちゃったじゃないですか。もう影も形もない。再稼働っていうことがどういうことなのか、政権を取ってる人は誰よりもよく分かってるわけです。だから安倍首相は何としても再稼働したいけど、自分も生き延びたいなどという汚らしいことを考えて、そうしてやれることって言ったらこんなことしかないわけですよ。要するに私たちがここで抗議行動をして続けてて再稼働を阻止している、これを何としてでもやめさせようと思ってこういう法案を出してきたんじゃないかと私は思うんです。で、国民の懸念を置き去りなって書いてあるけど、私たちは別になんか心配してるわけじゃないですよ。もう絶対にこういうことは許さない。再び治安維持法のような時代を、この原発を止めたことで起こるなんて、そんな不条理ないでしょ。私たちは原発を廃炉にすることが目的なんです。この地球上から世界から原発などというものがなくなる、それを目指して頑張ってるわけですよ。それでこの知る権利、国会議論へなんてなってるけど、知る権利なんていうものはね、もともと私たちにあるもので、なんか政府にお願いしてるもんでも何でもないのに、さっき火炎瓶哲さんも言ってましたけどもね、こういうことがいいことから悪いことへ転換されちゃう、世の中ひっくり返す、ね、そのためにこういう法案をこそこそって出してきて、いつの間にか通そうっていうね、こんなことで 国会議論へなんて言ってるけどね、特別委員会回すわけですよ。毎日毎日議論して、そして言いたいことだけ言わせて、やっぱり妥結で通しちゃうってね、こんなもん見え見えですよ。もうこんなことね、私たちにね、許して、私たちは許して思ってるのかと思います。あなたはもともと5年前ぐらいに胃腸がなんかおかしくなってやめたわけですから、こういう法案はね、投票なんて したらね、もう自分もね、一緒に行くっていうね、ことにね、もう再稼働なんか待たないと吹っ飛ぶかもしれないっていうね、こういうことが今起こりつつあるというために、この東京新聞の写真がいいんですよ。写真が中はまだ私もよく読んでないんですけどね、今日の8時半から9時半まで私もネットで見ましたけど、仕事で来れなかったんですけど、これは閣議が始まる前に80人ぐらいの人たちが来て、ここにも来られてる人いますけどね、抗議行動をやったっていうね、横断幕もとても内容多いです。これがね、バキッと乗ったって、これがね、素晴らしいんですよ。何を言いたいかというとね、やっぱりね、決まる前に動くっていうことが絶対重要なんです。人数も80人ぐらいですけども、しかし、人数の問題じゃない。もうね、自分の何て言うのかしら、全てをかけて、かけたような横断幕を持ってね、別に命もうかかるかもしれないけど、そういう問題じゃないんですよ。そしてね、止めることがね、できるかもしれないっていうふうになってきたってことです。東京新聞の、別に宣伝したわけじゃないんですけど、この写真が本当に素晴らしいです。それと、やっぱりね、あと最後一つだけ、まあお願いっていうかお知らせなんですけど、明日、銀座デモをやります。初日はね、雨かどうかわかんない。銀座はやっぱり人が多いですから、
ここで秘密保護法をね絶対阻止しましょうというデモをやります。でその前に国労会館新橋にあるんですけど、そこで秘密保護法反対の集会をやって終わってから、デモに出ます。ぜひね今日ここで終わりだけじゃなくて来週会がものすごく重要ですから、本当に止めたいと思っている方は、都合のつく方はぜひこの国労会館の集会一時会場で1時から、そして 3時ぐらいになると思うんです、銀座デモに大いに元気よくクリアしていきましょうではありませんか。以上です。ありがとうございます。あ、はい、席の方どうぞ。あ、汚染水のプラカード、まさにこれ嘘と秘密とされてるもんじゃないですか。原発の主な土地は2平方キロメートルあります。もし10ミリメートルの雨が降るとこれだけの水がこれだけの水が海に流れてしまいます。多分泥も入ってます。これは報道されてない。でも小学生でも計算できる簡単なこと、もう一つ簡単なのをいきます。私は旅行が好きです。旅行に行くとき地図を見ます。初めての土地に行くと地図を見てどんな土地かなと思って旅をします。戦前の地図は皆さんご存知ですか。戦争激しくなってくると空白がたくさんになりました。帝都の大事なところは全部空白で、場合によっては2つのマークが入ってます。でも本当は何かあるんです。もしこういう法案が通ったら東京のみんなが使う地図空白が多くなります。現状でも戦前からの習慣で、地図は国土地理が作ってて民間企業も発行してますけど、地下鉄のルートは本当のルートが印刷されてません。地下鉄が川の下を通るところ、橋の真下を通っているところは安全のために別ルートを通っているところがありますが安全表示になってます。これは国防上の理由で爆破して鉄道が全部分断されないようにの安全策なんです。地図もみんなが持てなくなります。現にこの間までのロシアの地図は地下鉄の位置も都市の位置も何十キロも離れてます。日本の地図もそうなるかもしれません。旅行できません。嫌です。そんなの終わり。本当にね、自由がないのは嫌ですね。歌えない歌が歌えなくなるのも嫌ですね。都合悪いことを教えてくれなんて歌、歌ってる人いますよね。みんな嘘だったなんて歌歌ってた人もいますよね。調査扇動も罪になるんですよ皆さん。情報出せって扇動したんじゃないですか。あの人はみんな嘘だったっていう、ほうれん草食べてなんて歌ったあの人ですよ。私はあの人に5年間も牢屋に入ってほしくない。でもこの特定秘密保護法、そうです、そそのかしだけじゃなくてこうしてドラメ側を握ったり、あと歌にして情報を教えろよ、秘密にしてんじゃねえよと歌ったり喋ったりしたら、それも煽動っていうことで罪になるんですよ。しかも法律にちゃんと書いてある、5年以下の懲役ですよ。ふざけるんじゃない。そうです、今我々に必要なのは、我々に必要なのは情報の公開ですよ。それを聞いていただくことじゃない。はい、では次の方よろしくお願いします。皆さんこんばんは、フリーライター高田純です。お疲れ様です。私は原発の深い闇というのを本を書いたんですが、そこに、東電福島第一原発の1号機の設計図を掲載しました。私自身が特定秘密保護法違反なんです。なのでそれを載せないと絶対に私の、記事は成立しません。だから捕まえに来てみろ。でね、なぜここに昨日も続いていますと、ジャーナリストがなぜここで抗議をしないんだ。
私の大先輩、尊敬する大先輩、私は週刊現代、月刊現代で働いてきました。トップで書いたのは誰だ。田村総長さん、なんでここに来ないんだよ。田村総長さんは、原子力戦争という本を書きました。これは原発問題の最初のジャーナリストですね。最初に本にした人です、原発問題を。この本は国家秘密保護法違反ですよ。なんで声を上げないのか。田村純一郎さんね、それをやってながら2006年ふるさと丸の、講演会に出てんだ。でその、会員料が100万円これ全額電力会社が出してんだよ。でね、講演の後、質問がありました。同じ人が質問したんですね。MOX 燃料というのは本当危ないんじゃないですか。田村さんどう思いますかって聞いたんですよ。当然ですよね。田村さんってどういったとか。それは電力会社が心配することで、あんたが心配してどうするのって言ったんだよ。これが原子力マネーを食ったジャーナリストの慣れの果てなんだ。で、こうやってジャーナリストが劣化すると戦争が起きます。もう一人います。立花隆さん、私の、文藝春秋の大先輩です。これも文藝春秋でトップ書いてるのは立花隆さんです。彼の会社が田中角栄の金脈の研究、これは調査報道の金字塔と言われてます。私も大変よく取材してると思います。これも特定秘密保護法違反です。なんでここで抗議しないんだ。立花隆さん、そして彼は今何やってるの。電気新聞というところで半年に一度、3ヶ月に一度電力会社の社長と対談、原発の所長と対談、そんな仕事を続けてるんです。これが原発マネーを食らったジャーナリストの慣れの果てです。Come on.
くお願いいたします。ちょっとちょっとさ、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。安倍晋三さんという方は非常に運のいい方ですね。ここにいらっしゃる方だけで、方ではなくて、ここに来ていないこの法律に関して無関心、知らない方々に勘違いしないようにお伝えしたいことがあります。ドイツのメルケル首相が自分の携帯電話もしくは専用電話をアメリカに盗聴されたと昨今話題になっておりますが、こういう盗聴を防ぐことが特定秘密保護法だと多分に嘘をついて知らない人たちに説明するであろう、どっかの市会議員とか町会議員とか村会議員とかいるでしょう。絶対そんなことも勘違いしないように、皆さんで正しくこの法案の内容を知らない方々にまず伝えていきましょう。この点がまず一つ。二つ目、今日の日経新聞の第一面は、みずほ銀行の役員の処分が載っておりました。これって、なんかもっと大きな部分を隠していませんか。旧富士銀行の頭取になった前田さん、みずほコーポレート銀行のトップをしておりましたよね。この方今どんな役職についてるでしょう。国家公安委員なんですよ。富士銀行のトップだった方、今国家公安委員絡んでませんよね。こういうことをいろんな手を使いながら抹殺しておくっていう汚いやり方をし、なおかつ法律で秘密を隠す。もっと言っていいですか。経団連第7代の会長平川大志さん、文化勲章いただいてますよね。原発立地関わっていますよね。なぜ東電の責任者罪に問われないんでしょうか。亡くなった方であれ、文化勲章をもらった方であれ、罪は罪じゃありませんか。こういった方々を守るために一方では東電の役員の罪を問わないんですか。あくまでも水穂銀行は総合ですけど、 40% を超えた半沢直樹なんていうドラマを見ていれば簡単に想像つくじゃないですか。皆さん騙されないようにしましょう。こういった新聞の一面にどんどん秘密を隠すっていう汚いやり方が載ってます。そしてなおかつ法律で締め付けられようとしてます。一方で東電の役員関係を罪に問わない、こういう秘密の隠し方もあります。いい画面にしましょう。3つ4ついろいろあるうちもう重ねないでください。少なくともこんな法律は通さないでください。もう十分です。あなた方の汚いやり方は、よろしくお願いします。ありがとうございました。特定秘密保護法、これ秘密に触れようとしたものを罪に陥れるだけじゃなくて、ある特定の人を罪に陥れないがために秘密にすることも可能じゃないですか。誰かが罪を免れるために秘密にすることもできるんですよ、恣意的に使えば。ということは行政の長が特定秘密指定するっていうことは、そうです、行政の長に近い人間だけは悪いことしても OK っていうことになりかねませんか。汚職天国です。そして官僚の皆さん、多くの官僚の皆さんには同情します。特定秘密を扱うにおいて、特定の秘密を扱うにおいて、身辺調査、指導調査、挙句は酒癖の悪さ、良さ、個人の趣味嗜好、個人の趣味嗜好なんて、そんな秘密こそ補填してほしいじゃないですか。ね、私だって恥ずかしい秘密の一つや二つあるんですよ。いや、
100や200あるんですよ。そんなものこそお出ししてほしいんだけど、これから官僚の多くの人たちはそんなことも許さないんですよ。これ基本的人権の尊重に反するでしょ。基本的人権は大侵害ですよ。そうです、全員で後藤久典、後藤久典の秘密は保全してほしくない。何があと3年で暴したるようだバカ野郎。まあいいや、あれは特定な人ですね。今のところ特定な人です。はい、ではですね、次の方、次、じゃあ次行く、ちょっとお母さん達でどういう感じでしょうか。レディーファーストでございます。よろしくお願いします。残念です。まさに来るべき日が来たという感じです。これは核を調査する限り時間の問題で現れるものであったと非常に残念です。私たちの力があまりにも足りないのを残念に思うしかないんで悔しいです。もう皆さんもよく核の歴史を少しでもお調べになった方はご存知ですけど、まさに人権も何も一切無視して推し進めてきたのが核開発です。だからこそこの特定秘密法っていうのは彼らは出す日を虎視眈々と待ってたのです。しかし私たち原発に反対する勢力がそこまでストップをかけ得なかったのを非常に胸に思います。これはある意味においてはかつての治安維持法以上に悪法です。また治安維持法時代には人力においてチェックしてました。しかし今は私たちの一生一度あらゆるところで監視されています。しかし私たちは絶対に諦めるわけにはいかない。この核災害を起こしてなお今の時にこんなものを出してくる、ここに人道などというものはみじんもない。権者は私たちであって、私たちこそがはっきりとおかしいことをおかしいと言い続けなければ、今すでにこの国は沈没寸前であればあまりにも明らかではありませんか。かつて治安維持法時代、皆さんもご存知の方いっぱいいると思います。小学生といえども戦争って怖いものだとかやらない方がいい、たったこれだけのことで拘束だけじゃありません、実刑に処して刑務所にさえ出たのです。これがこの国の歴史です。残念です。これ九州の方でちょっとお名前忘れちゃいましたけれど、本当にこれは書物にもなってます。とんでもないことで、絶対にこんなもの私たちの力でなんと殺害していきましょう。これからです。戦いはこれからです。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。というわけでどんどん声をぶつけていきましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ソノと言います。今80代の方が80年前の話をしてくださいました。治安維持法、私たちもそれと同じ時代を今生きようとしています。だから皆さん集まったんですよね、反対をするために。私も社会運動の中で過去5年間3回不当逮捕されて、今 2.9 立川ダウンからで起訴、懲役1年執行猶予3年の有罪にされています。それがそのようなやり方、秘密保全法の本質は、最大の問題は、皆さんも危機感を感じているように、ジャーナリスト、運動に参加する人、あるいは一般市民、あるとあらゆる人が、少しでも世の中を良くしたいと動き始めたその途端に、逮捕されることにありますよね。そしてこの国で逮捕されるということは、警察、公安警察、裁判所、検事、それらがその人をたとえ何もしていなくても接見禁止というのをつけて
弁護士しか会えなくなる。家族にも恋人にも友達にも全く話ができない。差し入れもできない。それぐらい大変であり、また私もそれで何もしと4ヶ月以上も東京拘置所に入れられた。そういう思いをたくさんの人たちはこれからしていくことを何としても止めなければいけない。そういう人たちが増えれば、ここにもいる警察、その外側で監視をしている公安警察がますますこれだけ不祥事が発覚していても何も構いなく権限を増やして、予算を莫大に増やして、その予算を消化するために私たちの自由や権利を奪い取っていくことは確実です。許すわけにはいきません。このようなあり方、まさに弾圧に道を開くことは311から今に始まったのではなく、この2年半においてもさまざまな人が常に逮捕されて運動が潰されてきています。そのことを最後に浴びて責任を取りたいと思います。安倍晋三、野田佳彦、菅直人、お前たちはあの事故の責任を取らずに頑張ろう日本、福島は安全だ、そういうキャンペーンを取り流すことで抗議の声を上げた人たち、高円寺の原発やめろデモ、このデモの参加者を半年間で合計19人不当逮捕した。特に2011年9月11日新宿のデモで何もしていない人たち12人も不当逮捕している。昨年秋の大阪の阪原発でも、あの大井原発の再稼働を止めようとした人たちから震災がらきの押し付けに反対しようと人たちまで合計11人逮捕、6人起訴。今でも裁判は続き、最も長い人は昨年11月から今年の9月まで大阪拘置所に閉じ込められていた。非証明法はこれをここに集まっている人やまだ問題に気づいていない人たちみんなに当てはめていく、弾圧していく、大事な人たちに会えなくさせる、仕事も生活もボロボロにさせる、そういうものに他ならない。私たちはそれを絶対に許さない。あれは汚染水の嘘をつくな、あれは真実を隠すな。真実を知ろうと立ち上がった人たちを不当逮捕するな。自民党税法を廃案にして安倍は、そして自民党がやるべきことはただ一つ、今すぐ政権の名を手放すことだ。そのためにも声を上げましょう。では次の方よろしくお願いいたします。
皆さんお疲れ様です。あの今日は本当に本当に悔しくてたまらない。ただこれで終わりじゃないです。今から国会審議が始まります。最後まで諦めずにですね、国会議員に今こそ反対の声を上げてください。国民の代表として私たちの声を代弁してください。今こそあなた方の存在意義を発揮してくださいということをぜひ皆さん地元の国会議員に訴えかけましょう。土日は国会議員は地元に帰っているんですね。で、政治に興味がないとか国会議員とか嫌いとかいう人もいるかもしれないんですが、ぜひここはですね、調べてみて、何党でももういいんです、何党でもいいんですから訪ねていって、今月丁寧にですね、この法案の問題でもう皆さん分かっていらっしゃいますよね。伝えましょう。意外とね、知られていないんです。意外と議員も知っていないです。バカなんじゃないですか。はい、本当におかしいんですが知らないんです。ぜひみんなで訴えかけましょう。最後までやりましょう。でね、今哲さんが言ったように私結構公務員のね、知り合いとか友達もいるんです。で、たまになんですがすごく良心的な人もいるんですよ。で、本当にたまになんですが、政治機関の人も、勇気を振るってね、ちょっと情報を教えてくれたりすることもあるんです。それは大半は公開情報なので、ただ普通気がつかないようなことを教えてくれる人もいますし、本当にこう内部的な情報を時にはこう教えてくれそうになる人もいるんですね。で、それがね、人間なんです。人間誰しも良心を持っているので、自分が知っていて本当にこれはまずいなって思った時に、もちろんこう扱いの範囲かもない範囲かもしれないんですが、やっぱりこれはまずいと思った時に人間としての行動をすることもあるんです。これはどこにいる人でも思想信条がどうあれ同じだと思うんですね。で、私は本当にそういう小さな勇気を持った人が心配なんです。で、日骨のあるね、ジャーナリストが頑張って国民に私たちに真実を知らしめようとしたときにそれが罪に問われるとかね、そういう情報を勇気を振り絞って出した公務員の方々が罪に問われる。ですから本当にやっぱり当事者は公務員であり、そして、ジャーナリストであれ、そして私たち一人一人なんです。私たちも無縁じゃないですね。ですからそういうことをぜひですね、知らせていきましょう。もうちょっとずつでもいいので、これはたとえこの法律はこの先どうなれ、今の段階で多くの人にこの危険性を知らせる、小さくても種をまいて水をやっとくっていうことが後になって効いてくるんだと思います。ですから皆さん、こういう集会に抗議行動に参加する、あるいは地元の国会議員に言う、あるいはメディアですね、皆さんに白い紙をお配りしましたら、メディアの電話番号とか書いてあります。ぜひ電話してきちんと報道するように言いましょう。これはもうメディアの問題だと思います。なぜそうなんです。なぜマスコミが黙っているのか、 NHK が黙っているのか、不思議でたまらないんです。で、今日報道ステーションでもやるみたいなんです。 TBS もさっき来ていたみたいなので、ニュース2-3でやるかもしれません。ぜひ皆さんチェックして、その評価、良かったよとか、いまいち切り込みが足らないとかね、そういう評価を電話かけて励ます。そして報道しないところには報道しろと言いましょう。意外とメディアの人たち、視聴者の言うことを気にしますので、ぜひ地元の国会議員への働きかけ、そしてメディアの働きかけ、ぜひやっていきましょう。すいません、長くなりましたが以上です。頑張りましょう。はい、そうです。うちの国会記者会館の人たち聞いてますか。あなたたちはこの法律に反対して当たり前、そして当たり前以上に反対して当たり前なんですよ。じゃあ、つまりまいりなさい。はい、では次の方よろしくお願いいたします。安倍および閣僚の人たち、あんたたちは危機意識
私は憲法の全文の歌を歌います。私たちの主権や人権がこの全校全文に入っています。私たちは今このことを本当に強く主張したいと思います。我らは平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して、我らの安全と平安を保持しようと決意した。日本国民は国際平和を堅実に支柱し、国権の活動たる憲法と武力による威嚇さず、または武力の行使を平民に問いを憲法の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。治安維持法とも言われる、それよりももっとひどい秘密保護法を私たちは絶対に許してはなりません。政府がいくら弾圧しようと、私たちはこの声を上げ続け抵抗したいと思います。ありがとうございました。そうです。特定秘密保護法ははっきり言いましょう、憲法に違反している違法な法律です。もう一度言いましょう、特定秘密保護法は日本国憲法に違反している、はい、違法な法律です。はい、それでは次の方どうぞよろしくお願いいたします。レクレール測れって言われてますよ。そうだよ、特定秘密保護法案いらないです。本当にいらないです。結構皆さん忙しい時にわざわざここに集まってきてるんです。少しは耳を傾けてもらえないんでしょうか。何だと思ったんですか。それからも原発の、原発はゼロでお願いします。少し勇気を振り絞って安倍さんが決断しないと動かないんですから、いいですか。しっかりと原発ゼロを打ち出してください。それからアメリカに言われたって秘密保護はすることないです。悲しい日本人ですね。まずですね、この
この問題は憲法98条の1項によって来る前から無効が決まってるということは何のためにやってるんでしょうか。嫌がらせでしょうか、国民への。これですね、今日お集まりの方、これは私のコメントというよりもご自身の目で憲法の98条1項をご覧ください。あのこちらにおられるスタッフなどもですね、言っておられるようにね、これは本当に違法不当不正なものなんですよ。ということは仮に安倍さんが強行採決をしたとしてもですよ、無効のものだというふうに憲法に書かれております。これはおかしいじゃないですか。ですからですね、これには重大な問題が多々あります。その中で内閣、法制局長官殿、この方の責任は非常に重い。なんでですね、明らかに欠陥があり、不当不正な法案もどきをですね、これが国会に通せるものだと小松一郎さんという方は言ったんでしょうか。責任を取って辞職していただきたい。内閣法制局長官であるならば、最高裁の長官について法の番人でございますよ。それがどうして若者を、あるいは一般男女、一般国民を傷つけるような違法かつ不当不正な、そういう化け物法律みたいな、実際にはこれはもどきでございますが、そのような作業を行うのか、こういうことは許してはいけません。ですから、これはですね、他の方もおっしゃられておりましたが、現在警備をなさられる警察官の方々、あなた方がして退職をすれば、一般人に戻るわけですね。監視対象じゃないですか。すべての人々をこの21世紀の日本で監視して言論を奪って、こんなものがいいわけないでしょう。ですからこれはですね、皆さんの力で98条1項がありますし、またこれはですね、こういうことなんですよ。安倍内閣が存在しなかったらどうなりますか。安倍さんの当確運動をやりましょう。そうです、この問題に関してあの人ですね、早くお腹が痛くなっていなくなっていただきましょう。よろしくお願いいたします。ここにいる、ね、マスコミの方々、TBS とか、ね、いるもんでしたけど、新聞記者とかの方々、治安事項とか知ってますよね。赤狩りとか知ってますよね。本でも見ましたよね。映画で見ましたよね。テレビで見ましたよね。歴史を繰り返すな、バカ野郎。自分の命を助かるために友達を売るかもしれないよ、この法律は。で、警察、公安の方々、もしかしたらあなたの親類、いや、多分ほとんどの人と、あなたの親類や、恋人、友達に手錠をかけるかもしれません。ふざけんじゃない。歴史を繰り返すな、バカ野郎。なんだ本当、人間かよ。おかしいよ。まあ、じゃあちょっとスプレーコール、スプレーコール嘘の民主主義、もうどめんだ。
してる方すべて声を上げましょう。皆さん、今日はこの集会でですね、事前に麹町警察の方からトラメガラの使用を控えてくれということを言われたそうです。で、先ほども警察の方と話しましたが、今日雨の中警備をされている現場の警察の方々はほとんど何も知りません。まあ、もちろんお仕事ですから、上の命令に従って動いてるだけです。要するに一部の人たちが何かをやろうとしているということですよ、ね、一部の人たちに我々の民主主義を任せてはいけないということです。一部の人たちが秘密を独占するようなことがあってはいけないということなんです。警察の皆さん、今日はトラメガラの使用をしてはいけないという理由を尋ねました。過去ここ4連続でやった中で3日間はトラメガを使ってたわけですよね。この前の半減年間もやっていた。何のためにこの集会だけトラメガを使えないんですかとお友達に聞いてみました。それは警備上の理由だということでした。昨日の警備と今日の警備の状況は違う、まあそれもあるでしょう。じゃあトラメガ使用と警備とは何があるんですかということを聞きました。それはじゃあ麹町の司令に聞いてみると、確認いただきましたが、司令の方からはこれといった説明がありませんでした。それは現場のお前さんも困ってました。おそらくこれは私の推測です。今日はあちらに誰かがいらっしゃるんでしょう。過去の3日と違うわけです。警備対応が、あちらに誰かがいらっしゃるんじゃないですか。君たちの一存で閣議決定する、さあ秘密特定秘密保護法案、こんな法案を我々絶対に許すわけにはいきません。こうなっては議会制民主主義が機能してない。こうなっては我々が声を上げるしかないじゃないですか。これが民主主義か、そういう問題です。でですね、すいません、時間がちょっと迫ってきてしまいましたが、あと一方の、じゃあお二人よろしくお願いいたします。申し訳ございませんです。すいません、さっきからジャーナリストの声を上げるを上げるって言われてるんで、あえてマイクを与えます。私は週刊自由という小さな週刊誌の人ですが、だからは残念だったんだけどね、人を殺すのは嫌なんですよ。殺されるのも嫌だけど、それ以上に人を殺すのも嫌だ。だから残念となるんだ。戦争に反対するから残念となるんだ。そこ僕が入って言う、あれ安倍はですね、皆さん何て言ったか知ってます？日米同盟は中同盟だって言ってるんですよ。中同盟って何ですか？中同盟一緒にやるってことですよ。じゃあお前が鉄砲を買ってくださいよ。若い奴が死んでくんだからお前ら関係ねえだろ。こういう奴を放置するのは僕は絶対嫌ですからね。ジャーナリストの一時借りてあなたが戦ってこの法案を絶対ハイアウトに置くので、僕らは頑張る。集団警備終わってる。皆さんこんばんは。私も、一部報道表現こういった仕事に関わる写真家です。普段は動物の写真を撮ってます。あとペットビジネスの矛盾をついてます。その立場からというわけではないですけど、皆さんにお願いがあります。今日私は朝日新聞の夕刊を見て衝撃を受けました。なぜなら一面トップで秘密保全法、特定秘密保護法案閣議決定、そして
ですよ。私はこれを見て目から火が出る思いですぐ電話がありました。その時の対応、まあ、その方の名前は聞いてませんが、もう半ば諦めたような口調でした。なんでかというと、国会があのざまだもんな、そう、こういうようなセリフでした。そこで私はその時に、まあ、ようやくして話をいただきました。要するに80年代に同じようなことがあったでしょ、同じようなスパイ防止法っていうのが、これがどうなんですかって言うからこう言ったんですよ。その時は自民党の若手が反対したからねって言うんですよ。それで私はこう言いました。それはマスコミが反対キャンペーンを張ったから、彼らもこういうことが言えたんだ。そしたらこのフェスかなんか知らないけど、まああれでしょう、電話の担当でしょう、確かにその通りです。もう言い方が変わりました。つまりこういうことです。今結構電話が入ってるって言ってます、秘密保護法案について。そしたらこれが散々入ってます、こう言わせる。そしてただ取り上げてくださいと言ってたらダメなんです。真実を言えて言ったらダメです。反対キャンペーンを張りなさい。これは一つ問題だ。あなたたちは安倍自民党、そしてこのアメリカと一緒に心中をするつもりか、これぐらい言いましょう。そして背中を押せば、もしかしたら与党の中も割れてくるかもしれない。要するに街頭でやる、そしてデモもやる、ここでもやる、自民党の議員にはプレッシャーをかける。大事なことはマスコミです。特に朝日新聞、毎日新聞、ここに集中的に明日から入れてください。よろしくお願いします。Oh!
立はしてません。成立させるために皆さん頑張りましょう。